バクテロイデス属は、バクテロイデスモンバクテロイデスズナバクテロイデスモク、バクテロイデスカの細菌の属である。グラム陰性の変性腱気性比が方形成肝菌。菌種によって運動性のあるものとないものに分かれる。GC 比は40から48%で、細胞膜にスフィンゴ脂質が含まれているという特徴がある。現在、39種が知られている。 難症化性のフラクトオリゴ糖及び担当を代謝して栄養源としており、高校内から腸内細菌層を構成する細菌の優性菌の一つで大量に存在する。人間の大便には1ムあたり100億から1000億匹存在する。基本的には病気の原因とはならないが、日和未感染症の原因となる細菌の一つである。エリスロマイシニア、 テトラサイクリンなどの抗生物質に耐性を示す、菌種が増えており、薬剤耐性遺伝子のプールとなることが懸念されている。しかし、バクテロイデス属菌は、腸管免疫系に対して、免疫就職作用を有する。さらに、小腸パイエル板に対するイガ酸性誘導能は、ラクトバシラス属よりも高いとされている。また、バクテロイデス属菌の菌体成分が作用する、 免疫就職は抗原定時細胞を介した T 細胞応答の活性化や炎症反応の制御などが行われ、宿主生態の生理機能にも影響を与えていると考える研究者もいる。かつて、黒色色素酸性性変性研究成菌のポルフィロモナスジンジバリスは歯周病の原因菌としてバクテロイデス属に分類されていた。かつて、 バクテロイデス属とされたポカエコラプレビウスは海藻に含まれる食物繊維を分解できる酵素であるポルフィラナーゼを作ることができる。海苔を食べる習慣のある日本人にはこの菌が腸内細菌として生息している場合が多い。ありがとうございます。